ママこと阿部雅美です。よろしくお願いいたします。今日は、デュオの出演者が多い中ですね、唯一ソロで、弾き語りをやろうと思いますが、ね、最近は、完全にノープランできまして、ステージに上がって何をやろうかという感じでやってますので、どんな感じになるかは私も分かりませんが、まあ楽しくやりましょう。結構カバーをやる人たちが多かったようなので、1曲目ちょっと私も便乗してカバーやってみましょう。ゼルダというバンドの開発ちくわいつも夕暮れという曲から始めます。
リハーサル等はですね、アンプを変えたんですが、お前そっち使っちゃったな、この野郎。だってこっち出ないっていうか、せっかく俺ボリューム直さなくていいと思ったのに、バカ野郎。プロだろあギターとボーカルのバランスとかね、大丈夫か、バカ野郎じゃない、大丈夫だよ、これ。おめえのなんか大丈夫だよ。